アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドの中心街にある高級ショッピングモール、小売店、レストラン、駐車場、パイオニアタワーという名のオフィスタワーから構成される。モールそのものは4つの建物に広がっており、お互いはスカイウォークまたは地下モールによってつながっている。敷地は四つの外区全体を占めており、中心をヤムヒル通りと四番通りが十字に貫いており、 北側でモリソン通り、南側でテーラー通り、東側で3番通り、西側で5番通りと接している。開発は大きく見て2つのゾーンに分かれて行われた。その痕跡は2つのメインビルディングの名前に垣間見ることができる。その名もパイオニアプレースアイス I アトリウムショップスゾーン A、もう一つはパイオニアプレイス2ロタンダショップスゾーン B である。これらのセクションは 地下も含めて4階建てである。カスケーズと呼ばれるフードコートはパイオニアタワーゾーン C の地下に設置されている。パイオニアプレイスアイはマックスライトレールのホームの真ん中に位置しており、ポートランドトランジットモールの5番通りセクションに面している。アトリウムショップスの内観。ありがとうございます。